はい、おはようございます。関です。今日はね、ラクターを勉強した話をするんですけれども、昨日会場に着いたらですね、ラクター遅くないですかとか、ラクター何に使うんですかみたいに言われて、すごい不安になってます。大事なことですけれども、ザ・ディルビーブックはもうすでに絶版ですが、ルビーオウム社の赤い本は、紙本は終わったけれども電子書籍はまだ買えます。で、電子書籍はね、何冊買ってもかさばらないので、推し活におすすめです。はい、で、今日のアジェンダですけれども、並列と平行を、ね、言い分けるのが難しいので、今回の ACG とかパラレルとか言おうと思います。アジェンダは、まず今回の ACG についての私の意見を主張して、で、ラクターの簡単な紹介と実際に適用してうまくいった事例を説明します。はい、昨日は早くないって話があったみたいなんですけれども、ラクター使うのはちょっと難しい気がするんですよね。で、こういう状況だと使いやすいかもっていう点を紹介するので、皆さんも試してください。で、最初の話です。自己紹介とコンカレンシーはそこら中にあるぞという主張をします。関です。プログラマーで DLB とか ERB を書きました。で、もうすぐ25周年パーカーですけど、40年ほどプログラミングしてます。で、仕事ではかなり複雑な組み込みシステムを作っていて、30年くらい作ってて、で、複雑な組み込みシステムっていうのはね、時間的にオーバーラップした実行がたくさん入ってるんですよ。で、これ21年の Ruby 会議テイクアウトの話した仕事の事例なんですけれども、自分が関わったことの製品としては最も小さい構成でした。それでも割と複雑で、それなりの動機が存在したりとかしていて、私が普段作っているのはこのサムネイルをですね、撮影した XNCT の装置なんですけれども、これが XNCT の画像で、これはですね、健康診断で再検査を指示されたので近所の病院で撮ってもらった私の胆石ですね。かなり鮮明に写っている良い画像というか良い胆石で、XNCT 装置クラスになると本当に複雑で、たくさんのプロセスが動いていて、複数の計算機とか複数の装置とかがいろんな方法で通信してるんですよね。で、明示的な通信だけじゃなくて、ファイルとかシェアドメモリとか、いろんな OS のリソースを経由した暗黙的な関係がある。で、時間的にオーバーラップして実行してるものがたくさんあるっていうのは、システムの中にはコンカレンシーがたくさんあるっていうことなんですよ。で、こんな装置じゃなくても、ネットワークが絡むようなものは明らかにそうだし、データベースを利用する場合なんかも、他の実行主体と関係してるんですよね。で、キーボードなどの HID もそうだし、GUI のプログラミングも似たような関係にあると。で、コンカレンシーはあらゆる場面とか、あらゆる抽象レベルに存在するっていうのが私の意見です。で、特定の言語とか、ライブラリとか、プロセスの中にだけあらゆるものではないです。で、コンカレンシーが通常の状態だとあるとすると、むしろ逐次実行と思っているのが特殊なケースだと言えると思います。で、ある部分だけ切り出したら逐次実行に見えるっていう感じだと思うんですよね。で、逐次実行だと勘違いできるように、その処理の前後にいろんな仕掛けを入れてくれるのが多いのかもしれないです。で、飛ばして、で、世界はね、コンカレンシーできていて、たまたま切り取ったところが逐次実行だったに過ぎない。で、そういう気持ちでプログラミングするのをお勧めします。これまでの Ruby 会議とかでね、 DLB とか Tuple Space とかでいろんなコンカレンシー差とかパラレルの実行について紹介してきたんですけども、で、そういうさまざまなケースの一つとして、今日はラクターについて話したいと思います。でね、抽象度の高いコンカレンシーの話っていうので、これ2020年に話した天文台ロボットの事例なんですけれども、アロボット米望遠鏡の事例なんですけど、これガチな天文台の望遠鏡で、それを構成するのは複数の装置、例えばドームの開閉装置だったりとか、天気のセンサーだったりとか、オートフォーカスだったりとか、そういう自立して動作する装置をタップルスペースを使って強調する事例です。で、パフォーマンスよりもこう複数の実行主体を強調させるような領域だと、 Ruby のスレッドって素晴らしく機能していて、自分の経験では雑に使っても Ruby のインタープリター自体がおかしくなってしまうことはないんですよね。で、スレッドの終了も簡単だし、アプリケーションレベルでバグることはあっても Ruby は正常に動くっていう。
と Ruby 30周年の時の勝穂さんのやつでデモで動作中のルートの設定を IRB で書き換える例とかもあったけど、ああいうのもちゃんと動いてかっこいいです。でその一方で OpenMP っていうのがあって、そういうのが得意とする領域があります。これどっちかっていうと逐次実行の一部をパラレルに処理するようなものでものですね。で複数の実行したら強調させるんじゃなくて、パフォーマンスを狙って計算機を複数のセット、計算を複数のセットに分けて同時に行うようなんです。これは C の擬似コードなんですけど、赤いところのプラグマを書くと以下のループが分解されてパラレル実行されるっていう、こう1万回実行があったときにこの赤いところが転換されてですね、こうこれ5個だけどね、繰り返しの範囲を N 個のセットに分割してパラレルに実行するようなの。でラクターはね、こういう分野の方が効果的なんじゃないかなと思います。はい、今はコンカレンシーはどこを見てもあるんだぞという話と、オープン MP が得意な領域がラクターにあってるんじゃないかなっていう話をしました。で次はラクターの紹介をします。Ruby スレッドはコンカレントだけれども、パラレルには実行してくれないのでですけど、ラクターは本当にパラレルに実行してくれる、するものです。で、パラレルに実行するには、フォークなんかで別プロセスを作る必要があったんだけど、ラクターだったらフォークなしで実現できる。で、フォークっていうのは、プロセスの複製を作るので、データの領域もコピーされちゃう。だから余計にメモリを使ってしまうと心配があります。でラクターを使うとデータのコピーは発生しないので、ちょっと嘘ですけど、でメモリなどが点で有利になります。 であとね、ラクターは競合状態を避けるためにそのオブジェクトのやり取りに強い制約をかけています。でこれによってそういったバグというのは、競合状態のようなバグは回避できるけど、その代わりにプログラミングスタイルをだいぶ変える必要があります。これラクターとスレッドの例ですけど、単純なケースではリビースレッドとほぼ同じように書けるんですね。値を取るのがバリューじゃなくてテイクになるのが違うぐらいです。で解除を求めるちょっとこんな感じって、ここでみんな読み切れるのかな。まあスレッドもラクターもほぼ同じで、リビースレッドに慣れてる人だったらすぐに使えるような気がするじゃないですか。これ甘いんですよ。安心するのはここまででですね、ラクターは競合状態を発生するのを嫌っていて、ラクターをまたぐオブジェクトのに強い制約があります。で、それがでその説明するんですが、スコープの話とグローバル変数の話と共有可能なオブジェクトについてちょっと説明します。ラクターはプロックっていうか、ブロックを与えて生成します。いつものブロックだとするとブロックの外側の変数にもアクセスできますけれども、ラクターからは、ラクターの場合はプロックの外側の変数にアクセスできないです。で、万が一別、例えば万が一別のスレッドがラクターを打ったりするかもしれない、別のスレッドやラクターがその変数をいじったりするかもしれないと考えると危ないからですかね。あとは、ね、まあ、同じような理由でグローバルの変数にもアクセスできないです。で、当然っちゃ当然ですけど、これラクターじゃなくても危ないから、まあ、分かってればいいんじゃんと思いますが、まあ、こんな感じでプロックの外側にあるものをアクセスすることができないので、どうするかっていうと、ラクター入の時の引数でオブジェクトをラクターに引き渡すわけですよ。でそうするとですね、この時オブジェクトの複製が作られちゃうんですよね。なんか複製とかもけど、でこの場合ラクターの内側で変更したものっていうのは元のオブジェクトに影響しないんですよね。でオブジェクト ID を調べてみると確かに違うオブジェクトになっていることが分かると。でそれじゃちょっと不便なので、なんかラクターにメイクシェアアブルっていうメソッドがあって、それを使うとオブジェクトを共有可能なオブジェクトにすることができます。でこうやって引き渡すと確かに同じオブジェクト ID が振られていることが分かるんですけど、ただしメイクシェアアブルしちゃったオブジェクトはフリーズされているので変更することができないんですよ。だからイミュータブルなオブジェクトにすることでやっと共有可能になった。不便 であとね、重要な点としては、今まで使っていた Q とか Mutex とかモニターとかタップルスペースみたいな
動機の仕組みも共有可能にすることができないです。もう can't not make shareable とかって言われてますが、つまり自分で作った動機メカニズムを利用することもできないということですね。で、共有できるものは 何者かっていうと、さっき説明したような普遍なオブジェクトとクラスとかモジュールと、あと特別なオブジェクトっていうのが共有可能です。クラスとかモジュールが使えるとさすがに不便だからそうなってると思うんですよね。特別なオブジェクトっていうのはラクターのことです。で、ラクター自身、ラクターにラクターを渡すことでラクター間のコミュニケーションをするのに使います。で、Q やタプルスペースなどの同期のオブジェクトは渡せないので、その代わりにラクター自身がラクター間の通信の機能を持っているって感じですね。で、これちょっと実験してて気がついたんですけど、なんかね、演武は利用できるんですよ。演武って環境変数なんですけど、これラクターから変更もできるので、演武をうまく使うとレースコンディションを作ることができる。はい、でラクターの名前はアクターなんだけど、きっとラクターには2つの Q が用意されていて、それを使ってラクター間通信ができます。2つの Q っていうのはその、インカミングとアウトゴーイングなんだけど、ラクターのインカミングの Q に関する操作が最初の2つで、ラクター別のラクターにプッシュする線路と、自分のインカミングの Q からポップするのがレシーブです。で、アウトゴーイングの Q に関する操作が後の2つで、自分自身のアウトゴーイングにプッシュするのがイールドで、別のラクターのアウトゴーイングからポップするのがテイクです。で、私はですね、まだ熟練度が足りないので、結局ですね、テイクしか使ったことがないっていうか、使ったことがないというか、他のはうまく使えませんでした。で、まあ、そういう機能があるっていう。で、これらの、ね、制約っていうのは確かに競合状態をなくすためにあるんだけど、とても強い制約なんですよね。で、普遍のオブジェクトとかしか出せないとかですよね。で、こう普遍とか複製のオブジェクトをいじってるとですね、なんかブラウザの JS で JSON をいじってるみたいな気持ちになってきて、オブジェクト思考っぽいプログラミングをラクターの内側でするのはね、すごい難しいような気がしました。で、むしろこの制約の中でも書きやすい領域で利用するのが幸せになれるんじゃないかなと思います。読みになった。あ、そう、あとね、動かさなそうで動かないものとして、例えばポストグレスみたいなデータベースを当たるとすると、まあ、メイクシャーブルも動かないし、ラクター内部で生成したインスタンスを利用することもできないですよ。あとね、もうこれハマっちゃったんですけど、動きそうで動かなかったものの例として PP があってですね、動かないときに PP 使ってなんかプリントデバッグしようと思ったらハマっちゃって、なんかジェムを触るらしくて、これも PP 使えない、ラクターから使えない。それで OpenMP が得意な領域で使えるのと使いそうじゃないかと思った。で、ループのパラレルとかは得意そうなんですよね。で、 Ruby ではあまりないかもしれないけど、数値計算とかインメモリのデータベースとかの処理にいいと思うんですよ。で、ね、インメモリのデータベースがいいっていうのは、その IO があるとコアを大量に使っても意味がないっていうか、 IO で書かれちゃうので、あとね、フォークでパラレル化するときに、その巨大なメモリをコピーするのはプロセスの生成コストが心配になるので、ラクターの共有オブジェクトが使えたら、そのインメモリのデータベースとかいいんじゃないかなと思ったんですよ。それでね、こういう時のためにインメモリのデータベースで検索エンジンを用意しておきました。はい、じゃあ次、ラクターとか終わったので、あ、ケーススタディの話です。ですね、これ22年なんですけれども、去年三重でポケカのデッキの検索エンジンを作った話をしたのを覚えていますでしょうか。去年聞いた人はポケカについて覚えていると思いますけれども、念のため説明しますとですね、ポケモンカードゲームっていうのは、あのポケモンのゲームの世界を表現したカードゲームで、60枚のカードを集めてデッキを作って対戦すると。で、そのデッキを検索するすごいシステムを書いた話をしたのですけれども、その続きをしたい。去年はね、ヘロクの無料枠が終わっちゃうのでどうしようっていう話したんだけど、オラクルのクラウドを見つけて、OCI の無料枠だと ARM の4価の仮想マシンに借りれるということが分かったんですよね。そうすると OCI ならラクタを使ったサービスを提供できるんじゃないかなと思って、ラクタ試そうかなと思いました。はい、ケーススタディ1、1週間ごとのデッキのアーキタイプのトレンドを分析する機能っていうのを作ったんですけど、全国の大会で行われている成績が公式サイトで公開されているので、それを分析すると。
でどんな構成の部で毛が生えてるかっていうのが分かると、その移りとかね、その移り変えが分かると大きな大会で優勝するようなのを目指している人には嬉しい。でこれ棒グラフはですね、クラスタリングを調べ示していて、くっつくとそのクラスターの内部の様子が分かるやつです。でロストっていうのはアークタイプはバリエーションがあって、その傾向も調べられる。すごいんですけど、そこがすごいんじゃなくて、検索エンジンのコアとなる部分っていうのは2つのデッキの距離の計算で求まるんですけど、このデッキ間の距離を利用して階層型クラスタリングを行うと。で階層型クラスタリングには主な2つのステップが構成されているんですけど、まずね、全てのデッキの組み合わせについて距離を計算するのをします。次にですね、まずその計算するのですけど、組み合わせの数が6つ子の場合は15回で済むんですけど、900デッキあると40万回ぐらい計算しなくちゃならないと、計算が大変だっていうのがあります。であとは次に距離が近いものをこうクラスターとしてマージしていくとかすると、最終的には全てがマージされてされます。でマージの様子を調べるとクラスターが見つかるんですよ。でこれ、ある時のシティリーグのある1週間のクラスタリングの結果なんですけど、デッキがたくさんある状態でこう分かりにくいんですけど、この葉っぱの部分に大量のデッキコードが書かれていて、これ上の方の適当な高さで切り取ると大まかなアーキタイプごとのクラスターが表現できる。で赤い線で切り取ると丸の部分のあたりでが一つのクラスターになる。でこんな感じに対応する。こんな感じですね。で、これ今年の検索エンジンの構成なんですけど、この検索エンジンの部分を利用してクラスタリングします。で、検索エンジンのデータとその機能を利用してクラスタリングするだけのプログラムを作りました。で、週ごとの分析をするので N 週間のループが存在します。このとこですね。で、ケース1ではこの部分のループをパラレルで書き直してみました。でね、まあ普通に書いたアプリケーションがまず書いたんですけど、それをラクター化するっていうのはね、すごい大変なんですよ。なんかね、ラクター使うのは簡単なんですけど、書くの難しい。で動的な性質を持つようなオブジェクト群から計算する部分だけ抜き出して、なんかミックスインに引っ越したりとか、すごいリファクタリングがしんどかったです。で、これは疑似コードというか聞いとったところですけど、2つのループで構成されていて、1つは28週間分のラクタを生成するマップがまずあって、でラクタの配列を手に入れると。でその2つ目のループはラクタの配列から終了を待つというのがあります。今の分け方って1週間ごとのに分けたので、こんな気持ちで1つのラクタはある1週間を対象戦闘してします。でそれぞれの週のデッキ数っていうのは均等じゃなくてばらつきがあって、実行時間もまちまちだけど、まあ気にしない。図は5つですけど、実際には28でやってました。で単純化するとこんなやつですね。まずラクタのマップを作るんですよ。である瞬間見ると終わってるラクタとか終わってないラクタが混じり合ってる状態です。で終わったラクターは後始末されて、アウトゴーイングの Q を保持して止まっているだけなので、そうそう書かれてないですね。でアプリケーションの都合が良いときにこれを回収するっていうの、全部テイクするみたいにすると、全ての週についての結果が手に入ります。でこれループのパラレルからの簡単な実装の話で、要素の数だけラクターを作って良いようなケース、つまり要素数が多くないようなケースだったら、こういう雑なやつでも十分なパラレルに実行ができる、できました。で今回のケースは高々30ぐらいなので、この作戦にしてやってみたところ、4割ぐらい早く なりました。でデッキ数が週ごとにばらついているので、多い週に利息しているのだと思います。でケース2、ケース2は検索自体を早くしたところです。類似デッキの検索のコア部分も多数の処理でできていて、すべてのデッキと基準のデッキのコサイン類似度とか距離を計算する処理と、並べ替えて上位 N 件を選ぶ処理で、これはデッキ数によるループがあるんですよね。でここね、で
今は4万6000デッキ記録しているので、ケース1のように全部ラクターでやると4万6000ラクターできちゃって嫌なことが起こるので工夫が必要とです。で、何したかというとリファクタリングが大変でした。これデータベースなので検索実行中にも、あ、検索対象が実行中に増える可能性がある。で、なるべく、あ、それなので、なのでっていうのはそのラクターは変化するものに弱いので、プロセスの起動時に基地のデッキだけ集めた配列っていうのと実行中に手に入れたデッキの配列っていうのを別に用意しました。で、この過程で、ね、いろんな辞書とかの持ち方を変更してすごい辛かったです。で、単調増加でも良いので追記が可能な共有オブジェクトみたいなのがラクターにあるともうちょっと、ね、アプリケーションを書くのが楽になるだろうなと思いました。これはメインルーチンっぽいところなんですけど、起動後に増えた部分を検索する処理と起動時に読み込んだ部分を検索するものに分けました。変化する部分と変化しない部分ですね。そう、どうでもいいんですけど、もともとあったメソッドをミックスに移動させたりしていたのでよく似たメソッド名がいっぱい出てきてしまってこう不本意なんですけど、ちょっと今はしょうがない。で、今回は使用するラクターの数を事前に決めておいてデッキの配列を均となるように分けました。こうなんか長い each コンスが長くあるんですけど、これはラクターに割り振る部分範囲を作る処理なんですよね。で、配列のインデックスの開始と終了を返すイテレーターなんです。で、普通だったら each スライスで書くんだろうなと思うんだけど、そうすると配列のコピーができてしまって損しちゃう。なので1サイズは使わず範囲の方で位置してます。で、フォークによるパラレル化はよりものあフォークによるパラレル化はデータのコピーがデメリットなんだけど、ラクター使うんだったらコピーなしにしたいのでこうしてある。はい、で、これちょっと忘れたんですけど、この each インっていうイテレーターはラクターをまたいで渡せるのがちょっと今品質思えば不思議な感じがします。で、これこんな感じですね。図だとここだけど実際には 10ラクターに分けました。で、疑似コードで書くと、まず部分範囲ごとの類似度の上位 N 件を計算するラクターを作って、次にラクターからテイクして結果のマップを作ると。ここまではケース1と同じですね。で、これは、このマップっていうのはある部分範囲の中の上位の N 件があるわけですよ。で、これを全部集めてきてもう一回上位 N 件を作ると全体の上位 N 件が分かるので検索がちゃんとできるようになる。なんか時間が余りそうこれだいぶ早くなりました。でも自宅の MacBook とかでやっても、あの OCI のカスタムマシンでやっても同じなんですけど、だいたい期待通りのラクターの子から割れて 3.7 倍から8倍ぐらい速くなるんですよ。で、検索はだから10ミリセック以下でいつもできる。で、うっかりしていたミスがありましてですね、宣伝ツイートすると検索がめちゃめちゃ遅くなるという現象が発生しました。最初はね、OCI が悪いのかなって疑ったんですけど、私のミスで、複数の検索リクエストが同時に発生するとラクターが大量に生成されていました。で、これは検索処理は同時に一つしか行わないように配達制御することで解決したんですけど、それがね、原因がラクターが大量だったせいなのか、たくさんの Ruby セットがラクターを生成したせいなのかはちょっと分かんないけど、まあ、とりあえず問題は回避できたです。はい、あ、やばい、もう終わっちゃうこれで今日の話は終わりなんですけど、今日話したのはコンカレンシーみたいなやつはシステムもそこら中にあって蓄積処理率の方が幻想じゃないかっていうのを主張しました。で、ラクターの紹介をして、ラクターの得意そうな領域で
適用した話をしました。イテレーターを見たらラクター化できないかなって想像してみると楽しいと思います。その処理がね、数値計算であるとかオブジェクトを作らないとかフォークすると大損するようなデータがあるみたいなケースだと早くなるような気がします。最後はですけど、ですね、大事なところなんですけど、今年のポケモンカードの世界大会っていうのは日本で開催され、横浜で開催されるので皆さんも挑戦してみた方がいいと思います。で、今日デッキは一応持ってきています。以上です。ありがとうございました。